こんにちは、ヨガアカデミー大阪のテッシーです。今日は美脚を目指してヨガのポーズを行っていきます。えー、実際これはえっ、ー、とヨガアカデミー大阪のレギュラークラスでねやっていこうと思っている内容でなんですけど、えっ、ー、と特にお家でできるえっ、うん、とちょっとしたマッサージとか、まあ、ストレッチなんかをね多めにお伝えしていこうと思います。では一緒に行っていきましょう。 じゃ、一度足を前に伸ばして、左足からほぐしますね。左足を右足のももの上に乗せて、左手は足の甲をホールドします。で、足の親指回しです。で、五六回ぐるぐるぐる大きく回したら、反対回し。反対回しも五六回回したら、人差し指です。五六回回したら、反対回し。 反対回しししもででできたら続いて中指です。自分のペースで繰り返しましょうで。足指回しは足の指をギュッと握った時に指の付け根の部分手の拳の関節の、えー、と同じようにねゴリゴリと骨がこう関節が浮き上がってくると思うのでこの関節から指を大きく動かすように意識をしてみてください。 小指まで足指回しができたら、右の手の指と左の足の指を深く絡めて握手しましょう。で、まずは、えー、一度その場で吸って、吐いて手と足の指同士ギューッと握り合ってで、吸って緩めます。もう一度吐いてギューっ吸って緩めて、ラスト吐いてギューッと手と指、えー、手の指、足の指をギュッと握り合う。 吸って緩めたら、足首回しです。つま先で大きく円を描くように回しましょう。はい、反対回しも行って。はい、では動きを止めたら、右手はそのままです。左手で左の膝を持って、この膝で大きなお鍋をかき混ぜるように膝を回してみます。 できれば腰から背筋を伸ばして反対回し膝の曲げ伸ばしをしながら大きく膝を動かします足の付け根もねここでほぐしましょうはい、では動きを止めてえ左足を床に下ろして手をほどきますそしたらふくらはぎ あごめんなさいさっき足の裏ですね拳握って足の裏土踏まずの辺りをねほぐします拳でほぐしてもいいし肩もみするみたいにもみもみとほぐしてもどちらでもやりやすい方でやってください足の裏全体ほぐしたら今度ふくらはぎですねちょっとこうぞうを絞るような動きでキュッキュッキュッと。 ねじるような感じかなふくらはぎほぐします足首から膝の裏の方まで進んでみましょう、はい、膝の方まで来たら左の膝を立てて両手親指膝の裏側に押し込んで,で ゴリゴリゴリと膝裏ね二本筋張っているところがあると思うのでその筋をこう弾くみたいにしてほぐしますはいでは左の膝を外に開いて内ももですギュッと掴んで引っ張りますそうこれは足の付け根の方まで行いましょう。 太ももの束をギュッと掴んで骨から剥がすみたいに強く刺激を与えて足の付け根までできてきたら同じように前ももも膝から足の付け根に向かってほぐしましょう前ももができたら今度はももの外側です後ろから前にももの筋肉をギュッと動かすようにして ももの外側もできたら今度右足をほぐしますねではまずは足の親指回し指の付け根の関節の部分から大きく回します五六回回したら反対回しをして反対回しも五六回できたら今度は人差し指ここから小指まで自分のペースで繰り返してみましょう特に末端冷え所、つま先の冷えが気になる方 ぜひね、足指をほぐしててあげてくださいえ普段の歩き方とか立ち方の癖で足の指がね浮きがちな方あとは扁平足とか外反母趾が気になる方この指の付け根の部分の MP 関節っていいますけれどもそこが、えー、うまくこう働いてないというかね筋力が低下してしまっているのがその不調の原因となりますのでその改善にもつながりやすくなります。 はい、では小指まで足指回しができたら、左の手の指と右の足の指を絡め合って、えー、その場で吸って、吐く息で手の指足の指をぎゅーっと握り合って、吸って緩めます。もう一度吐く、吸って緩めて、吐いてぎゅーっと握り合うで。吸って緩めたら足首回しです。 つま先で大きく円を描きましょう。反対回し。はい、では動きを止めて、今度は右手で右膝を持って。この膝でお鍋をかき混ぜるような感じ、大きく回します。頭のてっぺんを高く背筋を伸ばして。反対回し、できればおへそは正面に向けたまま固定して。 足の付け根かから動ししてみましょう、はい、では動きを止めて右足を床に下ろして手と足の指をほどいたら拳を握るか肩もみの要領で足裏特に土踏まずをねほぐします。 はいでは続いてふくらはぎです雑巾を絞るように左右の手でこう上下互い違いにね,ねじるような動きを加えてふくらはぎをほぐしますこれはお家でやるときはもうと裾をもうまくってクリームとか塗って滑りよくしてやるとより気持ちいいかなと思いますのでぜひやってみてください はいじゃあ膝の方までふくらはぎをほぐせたら膝を立てて膝の裏側に両手親指差し込んで膝裏の筋張っているところそれを弦を弾くようにゴリゴリとほぐしますはいでは続いて内ももですねももの筋肉をぎゅっとつかんだら骨から外すようにして引っ張りましょう。 足の付け根まできてきたら前ももも膝から足の付け根まで同じようにももの外側も今度は後ろから前に筋肉を引っ張ってくるみたいにしてさあももの外側もほぐせたら両膝を立てて では体の後ろにつきますで。左右のお尻の方で座骨っていいますけれどもこの座骨でしっかりと床を踏んで背筋伸ばしますそしたら、えー、両膝を右に傾けましょうかで右の座骨でしっかり床を感じたら前後に揺れてそうお尻をほぐしますもうちょっとしっかりめにほぐしたいなと思ったら足浮かせてみてもいいこれは痛いって思って体が力模様であれば楽な方を ちょっとリラックスする、痛気持ちいいぐらいのところでやってみてください。はい、じゃあ膝の向き変えて、左のお尻、座骨の周りもほぐします。はい、では動きを止めて、今度は両膝を開いて足の裏くっつけましょう。両手で足の甲を掴んで背筋を伸ばします。 膝を床に打ちつけるようにパタパタ動かして股関節の緊張をほぐしますはい、では呼吸を止めて一度吸います背中を伸ばしたら吐く息、体を前に倒して倒しきったら首や肩、力を抜いてゆったりと呼吸をしますおへその下か腹部のあたりまで膨らみが感じられるように大きく呼吸を繰り返す 次の吸う息で体をこうして一度吐きましょうこれで下半身をほぐしてきましたこれだけでもね、足結構ポカポカしてくるかなと思うのでまあ、お休み前のホームケアだったらここまでぜひやってみてくださいではちょっとトレーニング要素も加えながらヨガのポーズを行っていきますでは四つん這いになりましょう 肩の真下に手首を置いて手のひらはパーにします足は腰幅に開いて足の付け根の真下に膝がくるようにしましょうで、つま先寝かせてはい。それでは右足後ろに伸ばしてつま先立てますで、ここで左足、左の膝に思いっきり体重が偏った方ちょっと内もも寄せ合ってお尻の左右の高さ揃えておきますね お尻の位置を保ったまま右足を持ち上げる。足首は曲げたままかかと遠くに蹴りましょう。その場で吸って、背中を伸ばして、吐いて、かかと高く上げます。お腹落ちないように、薄いような肩を持つ。吸って、元の高さに戻して、吐いて、かかと高く上げる。吸って、戻して、吐いて。 吸って戻す吐いて次の吸いき膝を曲げて胸に寄せます背中丸くして吐いてかかとを蹴って高く上げる背中伸ばします繰り返し吸って膝曲げて胸に吐いて後ろに蹴ってかかと高く上げる吸って吐く両手は床を押しましょう胸を高く保って 吸って、吐く、あと1回吸って、吐きます。はい、では右足を下ろして、今度は左足です。ではお尻の位置を整えて、左足を後ろに伸ばしてつま先立てる。ではその足を外持ち上げて、足首を曲げたままかかとを遠くに押します。 その場で吸って、吐いて、かかとを上げて、吸って戻す、吐いて、かかとを上げます、吸って、軽く内もも寄せ合う、吐いて、できるだけお尻の高さは揃えて、吸って、吐きます、吸って、吐く、で吸って戻して、 開きますでは動き加えます吸って膝曲げて胸に寄せましょう背中丸くして吐いてかか膝を伸ばしてかかと高く上げる吸って膝を前に吐いて後ろ吸って吐くかかとしっかり蹴り出して吸って吐く ラストステップ吐きます、はい、では左足を下ろしてでは右足を手の間に出します左のつま先を立てて左足足の付け根が伸びるなーって感じられるところまで膝を後ろに引きましょう右の膝と足首かかとは縦一直線のポジションですそれぞれ確認ができたら上半身を起こして しっかり骨盤ごとを起こして両手を腰に沿わせます。できればこの頭の高さを変えずに吸いながら左膝を上げて膝伸ばす。吐いてゆっくり下ろします。あ、これ今膝痛み感じる方はなんかクッションとかタオルとか下に引いてもらっても大丈夫です。続けます。吸って左膝上げる。吐いて下ろします。繰り返して吸って。 吐く、下腹締めて背中伸ばしましょう吸って吐く吸ってできるだけ頭アップダウンないように吐いてなすを吸って吐いて膝を下ろして左のつま先を寝かせたら両手を前にその場で吸って吐いてお尻後ろに引いて右膝伸ばしましょうつま先は上向き。 上半身は楽にしして呼吸をしますももの裏は気持ちよく伸ばしたいので背中丸まっていてもいいしもし緊張を感じたら右膝は曲げていてもいいです。はい、それでは右の足の裏を床に下ろして足の付き根を床の方に下ろしていきましょう。左の膝曲げてここ痛かったらタオル下に引いてくださいね。 右手で左足の甲を掴んで、吸って背中伸ばして、吐いてそのかかとをお尻の方に近づける。できるだけ胸は高く背中を伸ばして。はい、それでは手をほどいて、右足を後ろに引いて、今度は反対です。左足を手の間。 右足の前ももあたり足の付け根の辺りが伸びるところまで膝を後ろに引いて左の膝とかかとは縦一直線のポジションそれぞれ確認ができたら上半身を起こして両手は腰ちょっとお尻の穴を真下に向けるような感じおへその下下腹部の辺りを引き締めて保ちましょうでは頭の高さはそのままで吸う息右膝アップ吐いてゆっくりダウン繰り返し吸ってアップ 吐いてダウン、吸ってお腹を引き締め背中伸ばしましょう吐いて吸って吐くあと2回頑張って吸って吐くラスト吸って吐いてダウン。 では両手を下ろして右のつま先を寝かせたらお尻後ろに引いて左膝伸ばしますつま先上向き首や肩力を抜いて気持ちいいなってももの裏が伸びる場所を探してみましょうそこでゆったりと呼吸を繰り返します では左の足の裏を床に下ろして少しお尻を前そして下の方に沈めたら右膝を曲げて左手で右足の甲をつかむ吸って背中伸ばし吐いてかかとをお尻の方に近づけで,では手をほどいて左足を後ろに引いて お尻をかかとの上に乗せましょう。チャイルドポーズで少しお休みをします。それでは四つん這いに戻って、両足つま先を立てます。その場で吸って、吐いてお尻を後ろに引いて、かかとを床に近づける。首や肩力を抜いてダウンロックです。 ゆったりと呼吸を繰り返す。吸い気軽く膝を曲げて視線を前に向けて吐く息で両足を前に歩かせます。前屈のポーズ。吸いながら膝と背中伸ばしてルックアップ。吐いて前屈。両膝九十度程度に曲げて 内ももをしっかり寄せましょう。最後、しっかり内ももを使います。吸いながら上半身だけ起こします。腕は前から上げて、吐いて首肩力抜く。曲げた膝はつま先よりも後ろ。足の付け根、内もも同士をぎゅっと寄せ合って、奥に奥に引き込みます。そでは吸いながら体を起こして膝を伸ばす。吐いて腕を横から下ろしましょう。 では、下半身しっかり使ったので、最後に少しクールダウンします。で、今日は、ちょっとこのようにボルスター、4つは高いかな、3つ重ねてやるんですけど、お家でやる場合は、例えばベッドの上に足をかけるとか、もしくは、よいしょ、壁がある方は、このように、足を壁に立てかけてお休みしてもらったらと思います。で、えっ、ー、と、ボルスターの場合は、 こんな感じ。少し上半身よりも下半身を高い位置に置いて血液の流れ下に溜まった古い血液を上半身の方に送ってそしてその流れを良くすることで冷えとかむくみの改善にもつなげていきたいと思いますのでトレーニングをした後は必ず下半身足を少し高い位置に置いてお休みしてみてください。 ほどよく心地体が、ね、疲れが取れるぐらいお休みしたら今日の美脚を目指すヨガのクラスは終わりにしたいと思います。ありがとうございました。